なんかあのすっごいいい意味なんですけどすごいシリアスなシーンでこうなんか私がしてしまったことを反省してこう歌に伝えるっていう結構2人ともが考えながらお芝居するシーンだったんですけどあの新谷さんとお付き合いされてる設定でタカトっていう名前なんですけど。 用意スタートってかかった瞬間に、たかこがーって言ったんですよ。誰かんで、思い切り噛んで、たかこって <laughs> ちっ。それがもう本当にツボで、もうそのシーン、ずっともう笑いこられながら。タカコがもうそう、たかこくるなーって思いながら。が <laughs> がら <laughs> すごい笑ってくれるじゃないですか。いや,いや面白い、いやそれ目の前で、やられた時の想像したらめっちゃおもろい、ね何が。おまんまかんぞ、それ。 でそのエピソードから吉谷さんがちょっと悪魔的なそ,そのシーンいっぱい、本当に悪魔でした、はい、でも、吉谷さん、そういうの多かったですよね、もう結構悪魔だったのかもしれない、<あ>シリアスなシーンで本当、笑わせてくるみたいなのが多かったです、なん,ですなんかね、倒れて気絶してて、僕が起こすみたいなシーンとかもなんか、はい、痛い、痛いとか、ちっちゃい声でずっと言ってて、気絶してなきゃいけないのに、僕はそれでずっと笑いそうだし。 なんかそういうの本当多くて結構この現場において吉谷さん結構悪魔だったかもしれないですねじゃあ私が悪魔っていうことで <laughs> すごい言われてますけど吉谷さんの悪魔的なもの人はありますか <laughs> <laughs> いいんだよ全然別でいいんだよここで <laughs> ラーメン <laughs> <laughs> ラーメン, <laughs> <laughs> ーメン <laughs> ごめんなさい全然いいんですけどねちょっと今までの流れと急に角度が変わってきたんで <laughs> ラーメンがすごい好きで <laughs> どのぐらい食べるんですか。<laughs> なんですか。どのぐらいどのぐらい食べられるんですか。<laughs> えっと週二回ぐらいは <laughs> <う>。そうでもないですよ。週二回普通ですよ、ね。<laughs> でも撮影中もね近くにラーメン屋があって行かれてましたよね。そうそうそう撮影中にの近くにラーメン屋さんがあったのであのお弁当はちょっと食べずに近くのラーメン屋さん行ってそこ常連なんですけどそこを食べに行きました。あ好きですラーメン、はい。ラーメンがこう。<laughs> 悪魔的だと。そうですね。今好物の話してました。<laughs> この子だけ。そうですね。<laughs> ありがとうございます。じゃ、続いて。最後の質問になりますね。出演、主演のお二人から。から、本作の見どころをお聞かせください。じゃ、吉谷さんからお願いいたします。はい、そうですね。えっと。あの、まあ、今回は。えっ、ー、と、歌と、みそのの、ドロドロした話っていうのも、もちろん。あるんですけど。まあ、そこに。 あの加わる男性2人が巻き込まれていってで4人で始まるちょっとしたドロドロとした話ではあるんですけど、まあ、そこももちろんすごく面白いですけどでもあの一人一人何かしらこうコンプレックスを抱えている部分だったりとかそこに対してどん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 みんなが成長していくっていうそういう成長物語としても楽しめる作品だと思います。はい ありがとうございいまますすさんからお願いします、はい、そうですね、あの復讐劇なんですけど、でも根底には本当に大きな愛があって、あの愛ゆえのこう寂しさだったり、孤独さだったりが悪魔と化してこう、なんだろう、過度な行動につながっていっちゃうんですけど、なんか誰しもが本当に悪魔というか、そういう要素を抱えているんじゃないかなっていうのは、すごい思っていて。 なんかその悪魔と向き合える作品でもありますし向き合うことによってこう自分を見つめ直したりとかどうしたらいいかなとか自分に同情できたりとか,なんかそういうふうに新たな自分に気づけるなんかヒューマンドラマ要素が入っているところが見どころだなと思いますありがとうございます。